が運転してる時だけこういう面白い状況が続くんだろうね。だって法定速度より上げてさ、視聴者の皆さん、ね、誤解しないでください。今ね、彼女時速70キロの道路をね、今、まあ、あんまり大きな声ではいないんですけども、まあ、引くんでね、100くらいで運転してるわけなんですけども、今後ろから煽られてるんですね。えらい勢いでついてこられてね。これはですね、あえて70で走らないと僕らは罰せられるのかなっていうね、後ろから追っかけられてるんですよ。こういう時にさ、捕まったらね、どうなるんだろうって思うよね。どうしたらいいのっていうね。とても僕の運転に今ね、ルパンみたいな、ね、この運転席からちょっと突き飛ばして、そんなことをしたらですね、一生はちょっとね、棒に振る可能性があるので、やれないですよね。やれないですよね。突き飛ばそうものなら逆に突き飛ばし返されるべきか落ちちゃうんですからね。そういう落ちが予想されますね。スカッとしましたと思う。はい。もうね、目には目を、歯には歯をなんだけどね、基本的に。今度ハンドルを握ると性格変わりますね、でもね。ご飯まだ。これは遠回コースじゃないですかね、きっとね。作らってない。パーキングです。パーキングだから。パーキングです。残念ながらないですか。多分もう徒歩でしかないですね。いやでもこの手前にあったかな、記憶ないな。手前、こっちから行けばね。500メートル先、基本速度パーキングエリアです。あとね、かつてね、昔1回だけびっくりしたのか、左からの合流車両に注目。バックしてないやつで、
まあ、俺の1台前、やっぱりゆっくりね、片側1車線のこういう高速道路を走ってる人がいたわけですよ。俺もちょっとね、早くしてくれないかななんて思ったんだけど、その俺の後ろにですね、やっぱり偉いけど俺を煽り倒してくれるやつがいるんですよ。まあ、当然前詰まってるから、やりようがない。あのね、あのね、高速車線だったら見とけよ。その手前でですね、今みたいにパーキングがあったわけですね。はい、そいつ何をやったかというとですね、パーキングを突っ切って抜いていったっていうね。あれは唖然としたね。うん、かつ1回だけあった、それ頭おかしいんじゃねえかこいつっていうね。やっぱり抜いてきますね。抜いてきましたね。お願いだから車線をまたがないでくださいね。まあ、あの抜いてた車をもうまたぎかけてましたけどね。そんなでかくないですね、まあ、こっちの車はもっと小さいですけどね。GPS を受信できません。あれはね、相方は僕と違って闘争心がないんですよね。乗ってる車がどんな車であろうと闘争心むき出しになりますからね。ハンドル持つと性格変わりますね。非常に攻撃的になるよね、瞬間的に。なるね。スイッチコロッと切り替わるよね。突然戦闘モードになっちゃうって危ないですね。よくね、あなた仕事場でね、よく言われるんですけど、あなたはほっこり死ぬタイプだよね。本当ですね。普段すごい元気なのね。病気したかと思ったら次の日に治ってるんだよね。誰も心配してくれないっていうね。GPS を受信しました。行っちゃったわけですよ、これね。気をつけないとね。あれ、昨日までビンビンだったのに言われちゃいますから。雷かな。またなんか呼びましたね、この子。呼んでないよ。何か呼びました。ライジンさんも呼んじゃった？呼んでない。いや、お空がすぐに配信を見つけただけ前。で、なんかね、向こうの方のお空が確かに、ね、光りましたね。花火だと思いたい。花火。大臣様ではない。うん、ね、今ね、ちょっと BGM で尾崎の曲がね、アレンジされたのが流れてるんですけども、まあ、盗んだバイクで走り出す、行き先も、わからぬままって言ってますけど、盗まれた当人の気持ち考えろよって話ですよ ね、 そうだよね。てめえで買えよって言いたいですよね、この歌ね。切れますよね、盗まれた側はね。尾崎おめえか盗んだのっていう話ですよね。この歌その歌だろうっていう、あの時俺から盗んだバイク歌にしてんだろお前って言われちゃいますね。なられていますしね、まあ、ファンもいっぱいいるんであまり文句を言ってはいけないんですけど、ダメですからね、盗んだバイクで走り出してはいけませんよ皆さん。やっちゃいけないことですからね、それはね。歌だからいいんですけど、尾崎豊がそう言って歌ってたからって尾崎のせいにしちゃダメですから、ね、盗んだ場合ね、ダメですからね。大体ね、盗んだバイクがね、ちゃんとエンジンかかると限らないですからね、皆さん。そうだね、かなくて。盗んだ先でガス欠してるかもしれないですからね。歌にならないですから、お酒のね。盗んだバイクがガス欠だっつったってね。お笑いかっていう話ですからね。ちゃんとね、タンクの残量を確認してからね、盗んでくださいね。盗むなっていう話だね。しょうがないな。完全に盗めねえだろ。ねえ。15の夜だよ。15の夜でさ、バイクそんなに簡単に盗めちゃうの？盗もうと、シェルが回せれば盗めるんだろうけどさ、それなりにちゃんと勉強してないとできないですよね、きっと。あなたに今、じゃあね、26だっけ？まあ26の夜にバイク盗めって言われて盗めます？簡単に。これがあの、
15の夜にやっちゃうわけですから、すごいですよね、よく知ってたな、お前ね。ところが不思議なことに自分よりも格上だなって思われる車には出すんだ。